忘れもさえない日々と眠らない。皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。深夜の哲也です。今日も始まります、哲也の趣味映画鑑賞。この番組は、各分野から素敵なゲストをお招きして、その方たちが選んでいただいた、選んでくれたですね、映画を掘り下げながら、また横に広げながら、雑談をしていくという、趣旨の番組です。本日のゲストは、他分野で活躍なんですが、女優さんであったりストリッパーだったり、まあ、パフォーマーであったり、いろいろな目を持ってる、方です。若林美穂さんです。よろしくお願いします。お願いします。ね、なんか、はい、この収録前の雑談ではすごい共通のね、うん、そうなんですよね、うん、なんか友人がいるってことで、びっくり本当に、はい、うん、盛り上がって初めましてだった。そうですね、なかなかいっぱいね、喋りすぎちゃったんで、はい、どうまた同じ話をするのか、それともまあ黙りこくってしまうのかっていう感じなんですが、あるんですか、黙りこくること。いや、今まではないです。あのね、割とね、本番が始まるまで喋らないことにしてるの。あ、なるほど。そこでなんか一気にドッと出すようにしてるんだけど、結構喋っちゃいましたね。ねえ、なんかこんだけ共通点があるっていうのがうん、意外なことだったので、はい、はい、ですね、あ、まずなんかご自身で自己紹介なんかしてもらってもいいですか。自己紹介ですか。うん、なんだろう、私は、99年の11月に、うん、デビューしたストリッパーなんですけど、うん、元は、うん、今もストリップは続けてて、うん、それを広げて、うん、女優やったりとか、うん、まあ、モデルの仕事、うん、各種やったりとか、うん、もう自分のできる仕事は何でもやってるっていう感じで、フリーで活動、うん、ストリップはサクサロック座っていうところなんですけど、基本はフリーで活動しています。うん、フリーなんですね。はい、でもなんかそのね、今回紹介していただく映画、はいはい、忍耕の受難っていうものを見させていただいたんですが、はい、映画の中で、うん、まあ、ヌードじゃないですか、はい、初対面の方の裸を知ってるっていうのがまず初めてのことなので、そうですね、なかなかね、面白いね、知り合い方だなみたいな、うん、あれ髪もすごい長いですね。あれは、うん、まあ、大人の日本昔話みたいな感じ。本当そう感じた。うん、そう、そうですね、作品で、うん、監督もキャスティングするときに、うん、男は坊主、うん、女は裸みたいなのが条件だったんですよ。男の人はもう坊主になれる人、うん、女の人は裸になれる人、うん、でも私その、うん、やってたオーディションは受けてなくて、うん、はいはい、もう散々撮影が進んでって、うん、終盤にキャスティングされたんですね。うん、誰かなんかインパクトのあるこう、うん、ラスボス的なものはいないかみたいなので声がかかって、うん、山女っていう、ね、そうですね、役でね、はいはい、どうぞ。あ、いえ、はい、大丈夫。なんかなんか舞台ってあれ、はい、もしかして岐阜じゃないですか。違う、いや違います。あれは山梨。山梨なんだ。はい、でもところどころ使ってない、使ってないのかな。あれですか、村のシーンとかですか。いや、岐阜城が山のてっぺんにあるんだけど、はいはい、それのふもとにちょっとね、うんうん、なんか塔があるね、20-30の塔くらいのやつが、それがすごい岐阜城がある山のそこの景色にそっくりで、まあ、なんかその撮影自体は、うん、自分たちが出てるところはそうだけど、うんうん、環境の撮影とかは撮ってるかもしれない、ね、なんかね、そんなカットとしてなんかあるかなとか思って、うんうんうん、あと、うん、その鹿とか出てくるのとかは、うん、監督が VFX で作ってたりとか。本当はすっげえすることもあって、実際にはいなかったりするものもあるんですよ。あ、そうなんですね、すごい。実はなぜ岐阜かと思ったかというと、数週間前くらいに、はい、岐阜に行ってたんですよ。なんかそれ、父祖母のね、法事だったんだけども、はい、で、
慶福寺っていう、宗福寺っていうなんか由緒あるお寺があって、織田信長の関係のお寺なんですけど、でそこのね、あの天井がね、地天井って呼ばれてて、地天井、そう、地ブラッドのフレッシュの地、そう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 、あのね、うんうん、関ヶ原の戦いの前に岐阜城がやられたんですよ、うんうん、そこでバッタ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 その侍っていうかさ護衛とかがさ、うんうん、殺されて、はいはい、その床を、はい、長い廊下の床を供養するために、うん、そのお寺の天井にはめ込んでて、ああなるほど、そうだから血に染まったやつを手に、そうそう、だからなんかもがき苦しんだなんかバーっていうな手とかの跡がすっげえついてて、大丈夫なんですか、わかんないんだけど、それが有名なお寺なんだけどね、怖いですね、そうそうそう、え、見ました、もちろんもちろん、あのだって手ついてました、ついてついてる、あのすごく昔から言ってるからさ、もちろん親戚が入ってるお寺だからね、親戚とかじいちゃんばあちゃんが入ってるお寺だから、うん、よく言ってると、それは有名だし知ってるんだけどね、うん、そう、それでなんかその風景が、うん、あれと思って、なんかこの前見た感じだよなとか思って、なんかちょっと気になって調べたのね、はいはい、そしたらやっぱ岐阜であって、あ、だけどまあお寺の名前なんてね、いろいろどこにでもあるようなのも多いから、うん、でもそういう話は監督に聞いてないから、ちょっと聞いてみよう、うん、うん、実在するお寺を使っている可能性のが少ないから、まあそうですね、適当につけたが、ね、監督自身は北九州の人です、うん、そうか、多分時代村とかも東北の方、うん、あ、そうなんですね、ああいうとこあるんだ、なんかこのストーリーは、任光っていうね、お坊さん、がやけに色化を放つというか、そうです、村人たちがね、そこにモテちゃう、群がってきて、うん、それでまあなんて言うんだろう、そこに自分に群がってくるのは自分の修行とか、うん、それが足りないからなんじゃないかっていうことで、はい、あの思い悩んでいくというところで、うんうん、それで旅に出るという、そう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 、修行の旅に出るんですよね、修行の旅、うん、ほんでそのラスボス的なのが美穂さんで山女、そうです、うん、っていうところで、私も、うん、あの男のなんか、うん、そうそうね、来た男の背を吸い取ってしまうっていう、うん、はいはい、あれはどういう、あれ魔物なんでしょう、魔物的なあれなの、どういうキャラなんですか魔物的な、うん、まあ女なのか実在しているのか、うん、その妖魔なのかっていうのはわからないんですけど、うんうんうん、妖魔だとすると、うん、その任光自身は、うんうんうん、じゃあ俺は何なのかっていうので、うん、またそこで思い悩むっていうのがあるのかなって、なんか作りも多少アニメーションが入ってきたりとかして、はいはい、そうそう、なんか不思議な、バカバカしい感じ、うん、あとね、なんか結構ね、そわそわするっていうか、なんか作り方がその監督の意図なんだろうけど、場面転換展開で、はい、暗転するじゃないですか、はいはい、やけに長えなとか思って、いやこれなんか DVD 止まっちゃったくらい長くてでもそれがなんかね、いい感じになってる、なんかもったいぶりますよね、そうもったいぶって、うん、そうそう、あとあの監督がすごい構図マニアで、うん、もう例えばこれとこれが並んでない、うん、ちょっとずれてると、うん、ああっていう、多分そういうのが、あってなんか、はいはいはい、うん、ちょっとセンターじゃないとか、なんかそういうのにすごいこだわるみたいで、そうなんだ、なんか韓国のね、あの映画とかドラマなんてもうぐっちゃぐちゃらしいでしょ、なんか髪型が変わってたりとかセットのテーブルの位置がずれてたりとかあんま気にしないっていうもんね、でも気にしないっていうか、はい、気にならないぐらいなんかうわーみたいな感じですよね、きっと、うんうん、日本人ってそういうの結構うるさい、ね、確かにね、うん、だけど俺これ言っちゃっていいのかな、気になっちゃったとかあったんだけど、はい、浪人いるじゃないですか、うんうんうん、名前忘れちゃったけど、うんうん、あの人ね、ピン止め見えてたよ、え、本当ですか、うん、おあれなんか光ったと思って、とか思って、絶対これピンだろうとか思って、そうなんだ、ほんで割とアップになった時、これ絶対ピンじゃんみたいな、そうなんだ、うん、わー、気づかなかった、そう、俺は気づいちゃったんだよねそういうとこは意外とあれなんだね、うん、そうなんです、なんか割と、うん、
そういうシーンも他にもあって、うん、結構監督が消した部分もあるんですけど、それは消さなかったのね、きっと。いや、あのね、割と気がつかないと思う、うん、俺はなんかね、割と映画ってなんかグッと見ちゃうから、うん、そうですよ、初めてですもん言われたの、うん、うんうん、そうそう、あれ絶対見とない、へぇ、私もちょっと見てる、うん、でもまあ、妖魔の、妖魔とか、まあそういうね、まあ的な、その性的な魔の、はい、なんか力を持った役柄でしたけど、私生活ではどうですか、なんか重なるところとかありますか、生活ですか、うん、ぼーっとしてますね、ぼーっとっていうか、割と、うん、なんか仕事で外出てることが多いんで、うん、家にいることあんまりないんですけど、うん、まあそんなこともないかな、うちにいるときは本当にぼーっとしてます、うーん、ぼーっとしてる、何か何にもしないんですよね、空っぽになってる感じ、空っぽっていうか、その休みだからこうすることあるじゃないですか、うん、いろいろ、はい、部屋片付けたりとか、はいはい、なんか銀行に行ったりとか、はい、そういう、はい、休みだからやろうって思うとやんない、うんうん、なんかぼーっとするのってなんか気持ちいいですよね、うん、気持ちいいっていうか、うん、割と私家にいると引きこもり、うん、みたいになっちゃうから、うん、それで仕事やってた方が安心するんだと思う、ああそっか、うん、俺なんかね、なんかちょっと、うん、伝わるかわかんないんだけど、うん、前後不覚になるのが好きというか、一瞬、うん、あれなんだっけっていう、うんうんうん、俺誰だっけみたいな、うん、え、ここどこみたいな、なんかここはどこ、私は誰って昔あったけど、うん、そういう瞬間ってなんかたまにないですか、ただなんかもう全部なりたいって時はありますけどね、うん、どこか行きたいみたいな、あ、そういう時はどこか行くんですか、いや、行かないですけど、うん、大体なんかちょっと酔って気分良くなった時とか、うん、ああこのまま死にたいとか、もったない、だってすぐ死んじゃうのに、そうですね、うん、でもなんかそれぐらい別になんかあんまり未練がないような生活はしてるのかな、俺はねすごいお楽しみとして撮ってるんですよね、死ぬことを、うんうん、だって大体自分でなんかコントロールできんじゃないですか、はい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 、人生ってうまくいく、いかない別として、まあ、でもそれ人によりません、いや、だからいくかいかないか別として自分で考えて行動するじゃないですか、だからそっちに向かおうとするとか、はい、行かなくてもそうやって意思で動くでしょ、うん、だけど死ぬ時ってもう自分の意思じゃどうにもなんないから、まあそうですね、だから、うん、まあ自殺とかは別だけど、うん、だからなんか自殺なんかしなくたってどうせね、宇宙レベルで考えたらもうすぐ死んじゃうんだからね、まあ、死んだらどこ行くかもわかんないし、ね、そう、そんな焦んなくてもいいのよとか思って、うん、だから一番のなんかお楽しみったら変なんだけど、うん、どうなるのかっていう、うんうん、自分の最後がどう終わるのかっていうのはね、うん、なんか割と楽しみにしてます、なんか楽しみっていうのも変だけど、うん、それを自分で見届けられないじゃないですか、うんうん、そうね、それがなんかちょっと残念か、でもそれもわかんない、死んでみなきゃ、うん、そうか、なんか俯瞰で見れるのかもしれないし、うんうんうん、それも含めてどうなっちゃうんだろうって、スパーンって光が消えて全くの無になるのか、うんうん、それともどっかに自分が、ね、魂がいて自分を見れてバイバイって感じなのか、まあでもそうだったら、うん、みんなこの辺にいるってことで気持ち悪いですよね、そうだからね、飽和しちゃいますよね、うん、だってそれは輪廻があるってそこでまた考えるとすると、うんうん、どうなんだろうな、でもそれをね考えると月がない、尽きないからね、そうそう、余計なんか楽しみ、あーそっか、私なんかそういうなんか死んだらどうとか、うん、今いる世界だとか考えてると、うん、だんだん面倒くさくなって、うん、もうどうでもいいやって終わっちゃうんですよ、そっか、例えばなんか今起きてるのが、はい、今いるのが本当の世界かもしれないけど、寝てる間はどっか別の世界で生活しててみたいな、だから起きるとすごい疲れてる、東京ボーダーレス TV。